あんだけ近づくんですね。あんだけの人数投げてかからへんかってびっくりしましたよ。あれとか思って。おお、びっくりした。こけのまだ。こけてもだよ。ああ、やった。ああ、行った。行ったと。ありますかね。ああ、でかいでかい。気持ちいい。やった。百均ジグで釣れた。百均ジグなんですか。はい。百すげえわ。目は選ぶの残ってる。目もすげえ。すげえ光景、目の前残ってたのよ。ひやぶり、ここでね、近づいてるよ。おこたえ。ダメだ、おこたで。これはすげえ。どうかかんな。入った。どれ。もう大興奮。一瞬通れたのにな。すげえ。もわもわ。近づいてきた。うわ、すごいもの見せちゃった。すごいでした。
人だけか。ジグじゃないと分からんのか。やっぱり身辺じゃ言われた方が。まだ来ますかね。びっくりした。目の前であんだけ湧いて一人だけしかかかんないですね。まだか、まだか。こっちも気になるな。最後の最後に来てた。切れた、はい、バレたんすか。手がかりで、えらい重たいなと思ったら、水がちょっと抜けました。あ、すりがかり。ああんだけいっぱいの人投げて一人しかかからへんってびっくりして、初めて来たんですよ。あ、そうです。はい、この辺で。僕初めて来て、今日はい、はい、すごいって聞いて。そうなんです。昨日おとついぐらいかな。ああ、昨日行った人がすごかった言うから来たんですけどね。なかなかでもね、あのナバラ投げても当たらないですね。はい、僕もナバラの向こう側入って引いてきたんですけど当たらなくて。ああ、で僕新兵投げてたんですけど。細ジグの方がええでとは聞いてたんですけど、あの今のすれかけだったんで、これ打ってきたんかどうかわからんけど、あんだけ近づくんですね。あんだけの人数投げてかからへんかってびっくりしましたよ。あれとか思って近づいてけえんな。もうついてすぐナブラ怒ってて、で投げたんですけど届かなくて、で待ってたらいきなりそこでドアーって出て。よく来られるんですか。こいつは地元なんで。ああ、そうなんですか。まだまだチャンスあります。昨日も来たんですよ。今5時44分ですね。まだまだありますね。6キロの本当暗がってくるまでナブラは。あ、そうですか。あれ遠いですけど、待ってたらまた戻ってきたりするんですかね。あ、だいぶ近づいてきた。すごかった今の光景は。僕大阪なんで、そうですか。先週やっと一本メジロ取ったとこで。あ、そうですか。はい、回ってきたんですね。一瞬だけ。なんか大阪の方がやっぱり水分を持っていて、なかなか魚が同じ身が違うとか言って。そうですね。こんなん見ることないですよ。あの秋じゃないとね。ああ、すごいわ今のは。びっくりした。本当にここ2日3日はすごい。ずっとあれ湧きっぱなしで ね。早く戻ってけんがっていうか、誰もおれへんかったんですよここ。あのナブラが起こるまで。ほんでパッて見たらズワーって人来て。ああ、この辺りか、あの向こうかなんですよ。ああ、ああ、そうなんですね。夕方5時前の向こうも結構湧いてましたね。はあ、もうナブラの向こうとして表層巻くだけでかかるって聞いて。なかなかでもね、こんなに釣れかからんですね。ね、今十何人投げてましたもんね。スレやからあんなに引いてたんですね。メジロのナブラやって聞いてて。はいはい。そう、ね、結
構大きいんかなと思ったんですけど、上探したんですよ。ああ。お、動かった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 。おっとおっと。すれまへんな。いけないわ。お、出た。出た。突然起こりましたからね。遠くから寄ってきたじゃなくて、いきなりすごいズワーって出たんで。すげえなあ。船で誰かがナブラ打ち来てもおかしくなさそうな雰囲気ですね。昨日あの船で来てますね。ああ。からもね、触れてなかった。ああ、そうですか、はい、不思議なもんやな。あんだけわしゃわしゃしたら何でも食いそうですけど ねすぐ釣れそうよな。遠いな、目の前も遠いな。お、近づいてる。まだや、まだや。ああ、そうなんですね。あ、それ聞きましたね。まだやあげてる人おったって。あとヒラメ60センチの上がったとか。あ、ヒラメも上がってました。はい。一緒に友達と漁するんですけど。はい。同じぐらいに始めて。ああ。この友達はここの。おお、ええなあ。一瞬やったなあ。7時ぐらいまでチャンスあるって感じですか。いや、でも6時半ぐらいまで。はい。6時ぐらいまでやる。ああ。やばいですね、時間的にやばい。おっ、おー、開いた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 。Come on, man.
届かないですね。さっきめっちゃ近くで出たのに1個も当たりなかった。びっくりした。こけんのもだ。こけてもだよ。座ったまま。だいぶ弱りました。はい、よう引くよく座ってもたよ。食ってるわちゃんと。やった。いったいったとったありますかね。でか食ってるちゃんと。アシストかかってもたい。どうだ。おお、でかいでかい。やったぜ。おお、でかいでかい。気持ちいい。やった。百均ジグで釣れた。百均ジグなんですか。はい。百均ジグで釣れた。全然違うとこで釣れましたよ。ちょっと今それ出ましたもんね。はい。あ、偉いとこ投げてもたわ、またゴンってきて。ちゃんと食ってますわ。やった。80ギリあるかないかやな。やった。76やな。ああ、しんどい。アシストは口切れてるやんけ。うわ、え、マジか。トレブルフック2本も売れてるやん。76、ね、全然ちゃうとこ投げてもってかかれへんと思ってかかったからこけてまいりました。さっきはナブラでしょ。ナブラの全然ちゃう方投げた時にはずれてたんですけど、食ってきましたね。すごいね、トリブルフック2つ折れてました。あ、危なかった。ちょっと痛いですね。100均ジグで釣れました。行きますね、100均ジグで。行きますね。細ジグがいいって聞いてたんで。もう昨日もキレ切られてね、ゴーンって切れ。ああ、そうですか。いや、来たかやった。どこから来られたんですか。大阪です。あ、昨日知り合いが来てすごかったでって言って、で行ってみるわって言って、いいお土産できました、ね。はい。76、はい。暴れるな。ありがとうございます。ケムラしかないか。
か100均で売らなかったっけ。トレーブル折れたよ。100均でですよ、で、トリブル切られたんで、変えたんですけど、そうそうそう、まあ、そうそうそう、それ で口にちゃんとかかってました、ね、ありがとうございます。押してくる、ありがとうございます。来た甲斐ありました。最後のチャンスだったからね。え、目の前や、目の前や、目の前や、おっとっとっと、え、入りましたね今。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。